そんなあなたもがっかりしてる暇はございません。ジュニアが仮装しないぐらいなら僕たちがやっちゃえと、譜面が仮装で会場を盛り上げてまいります。すいません、申し遅れました、私キャプテンアメリカの仮装をしている F 年清水です。パプリカの仮装をしているヘイキです。このサードステージは仮装した総勢7名の F 年が入れ替わりで MC を務めてまいります。ジュニアの演奏を思いっきり楽しみながらも、次はどんな仮装かなとワクワクしながらこのサードステージを一緒に盛り上げてくださると幸いです。ですね、パンフレットのアンケート用紙にですね、例年通り、気に入った仮装みたいな欄があるので、そこにですね、キャラクター名でも、僕たちの人名でも構いませんので、何か気に入った仮装があれば、記入していただけると幸いです。ご存じのジュニアは仮装に代わってリズムといえばのアロハジーンズで演奏してくれます。今日はみんなアロハコレクションの中からお気に入りの1枚を着ているみたいですよ。後輩にアロハシャツを継承していくのもリズムの伝統の一つです。誰がもらってくれるのでしょうか。はい、では次の曲に参りましょう。熱帯ジャズガール団のナンバーココナッツベイビーを佐々木志郎アレンジでお送りいたします。アロハシャツにぴったりなこの曲で皆様を南国へとお連れします。ご一緒に手拍子で盛り上がりましょう。それではどうぞ。Thank you.
み。この曲からね、MC を務めますのは F 年ココナッツの実の仮装をしている川本と F 年ココナッツの木の仮装をしている杉山です。そんな私たち2人合わせてココナッツベイビー。先ほどのココナッツベイビー、あそこにいる吉川君が何かあーっと呪文みたいなものを唱えていましたね。あれはスキャットといって音楽に合わせて声を楽器に見立てて歌っていました。何と言っていたのかもう一度聞いてみましょう。シクダドゥブダ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 シクダドゥトゥクパパココナッツベイビー。彼はスキャットのセンスが有り余っており、夏の大会でも披露し晴れてこのリサイタルでもスキャットをする運びとなりました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。彼の今後の活躍にも期待いたしましょう。続いてお送りいたします曲は青木大成作曲、相川仁志アレンジのピアー72です。ベースとピアノから始まる幻想的なイントロ部分にご注目ください。それではどうぞ。
ではセブンティートゥーをお送りいたしました。いかがだったでしょうか。はい、ソリストを紹介いたします。ウォントロンボーン石井智也、ウォンテナーサックス中森千里、ウォントランペット今村愛、申し遅れました。この曲間で MC を務めますのは FNM バイトのみこさんの仮装をしている山崎と、マリオカートのキララの仮装をしている北川です。さて、今年のジュニアは青年13人、例年10人の合計23人で活動しています。その中でも今年のジュニアの特徴は、女の子18人に対して男の子たったの5人という、ご覧いただいても分かる通り女の子だらけのバンドということです。可愛い女の子たちに囲まれて活動できる男の子たちはきっと幸せなんだろうなと思いきや、男の子たちは少ない分重い機材の運搬や楽器車への積み込み、積み下ろしなどでたくさんこき使われてしまっているようです。そんな男の子たちの活躍にもぜひご注目ください。それはそうと、ジュニアのリズム隊もとっても仲がいいんですよね。特に例年のドラムとベースと LP なんですけれども、この3人は蓋を開ければいつも元気にはしゃぎ回っています。ぬいぐるみを投げて遊んだり、プロレスごっこをしたりですね、幼稚園で遊び足りなかったのかなっていう感じがすごいするかなっていう感じなんですけど、まあ可愛いんですけど、はい、ちょっと怪我とかには注意してもらえればなと思います。そんな個性がありながらも仲が良く明るいジュニアバンドですが、次の曲はガラッと雰囲気を変えて超絶エモーショナルな曲をお送りいたします。変拍子のリズムが織りなすクラリネットの軽やかで繊細な音色とラテンバンドの融合をお楽しみください。ボヘミアンルードゥのナンバー、相川ひとしアレンジでセブンカラーデイズです。それではどうぞどうぞ。Thank you.
しょうか。ライブをお送りしました曲はセブンカラーデイズでした。ソリストショーを紹介いたします。ルバートソロを披露してくれましたオンピアノフォルテアクイアイ。福留好美。この曲間で MC を務めますタピオカミルクティーの仮装をしている笛木とカツオの仮装をしている松永です。これまで4曲披露してくれていますが、私たち F 年仮装 MC も残すところ最後となりました。最後となってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち F 年も引退前最後の楽しい思い出がまた一つ増えました。ジュニアの皆さんありがとうございます。ところで話は変わりますが、このリサイタルをもって引退する例年もいて、4月からジュニアバンドは人数が減ってしまいます。この中でジュニアバンド入ってもいいよって人いらっしゃいましたら、こちらまでお願いします。さて、今年度のジュニアバンドの最後の曲に参りましょう。集大成となる曲は松岡直江作曲、相川仁志のアレンジのノチェコリエンドです。最後の曲ですので、先にソリストショー、あ、間違えた、ソリストを紹介いたします。ジュニアバンド、コンサートにストレスを詰めてくれました。おんテナーサックス平山あゆみ。いつもかっこいいギターソロを披露してくれます中条桃花。激アツなバトルソロを披露してくれますオンティンバリス吉川蓮。オンドラムス柴原美由美。最後までお楽しみください。日本大学リズムソサエティオーケストラジュニアバンドでした。